年収チャンネル。年収チャンネル井田です。山本です。今日はですね、新しいゲスト新井さん（かっこ仮名）にお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、どんなお話をしていただけるんでしょうか。今日はですね、私がもともといた会社のキューピー株式会社についてちょっとお話しさせていただきたいなと。マヨネーズ。ブラッシング。ありがとうございます。そのイメージしかないですから。確かにそうですね。あと意外とパスタソースをやっていたり。CM がめっちゃ前バズってたやつ。そうですね、ありがとうございます。ちょっとキューピーのお話を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、キューピーさんってちょっとどんな会社なんですか。まず一つ特徴としてはすごい人に優しい会社といいますか、人に熱い会社みたいなのがありますね。例えば新人が入ってきてもうその人を放っておくってことはあんまなくて、例えばその人ができるまで教えたりとか逆に厳しく指導したりみたいなところはすごいあって、なので結構体育会系の営業に関しては部署になりがちなところはありましたね。事業は何をしてるんですか。いろいろなセクションに分かれておりまして、家庭用営業と言われるスーパーに営業をかける部署と、あとは業務用営業と言われる飲食店、ここに営業をかける部署っていうのが営業で分かれてます。そこから生産の部署があって、まあ、研究の部署があって、あと流通の部署、いわゆる配送の部署があったりとか、あとはまあ海外の事業部があったりとか、そういうところで主には構成されてますね。あ、なるほど。でその中で新井さんは営業にいらっしゃったんですか。私は営業の方に。なるほどですね。業界の中で見るとキューピーさんどんな位置づけになるんですかね。マヨネーズドレッシング業界というよりは言われるところが、いわゆる調味料の部署カテゴリーに分けられるところなんですが、そこのカテゴリーの中ではかなりトップのメーカーとしてスーパーでしたりとか飲食店の方からは見られているようなイメージですね。競合はどこなんですか。家庭用の営業に関しては味の素が同じマヨネーズをやっていたりとか、リケンビタミンが同じドレッシングをやっていたりとか、あとパスタソースで言うならば今日清さんでしたりとかがやっていたりとかっていうところが競合にはなっております。で業務用で言いますとあまり知られてないんですが、健康マヨネーズさんっていう競合があって、そこがかなり価格が安いみたいなところで強いところがありますね。キューピーさんの中でもなんか何をこう一番やっぱり推してるんですかね。調味料なのか、まあ、さっきおっしゃったマヨネーズとかなのかでいうと、マヨネーズ調味料ってところの売り上げがかなりのベースを占めているので、そこはやはり一番の推しところなんですが、一方でやはりそこ以外の軸を作っていかなければならないということで、例えば今豆の商品とかを出していたりとか。豆っていうと大豆とか。大豆とかもそうですし、ミックスビーンズですとか、そういったなんか海外からいわゆるサラダで使うような豆を持ってきて販売をしたりとか、あと卵加工品、いわゆる温泉卵を出してみたりとか、そういうところも結構力を今後入れていくところになるんじゃないかなと。そうですね。具体的なこう営業の業務内容としてはどんなことされてたんですか。営業も家庭用営業と業務用営業に分かれているんですけれども、共通しているのがスーパーさんだったりとか、まあ、飲食店様っていうのに商品を販売をしていく、ここが一番重要なところなんですが、プラスここに紐づく卸店っていうのがあるので、そこと3社で商談をして商品を決めていくってところがメインになってますね。結構こう営業といっても単品単品でこう物を販売するっていうわけではなくて、割となんかステークホルダーの人たちが何社かいるから、結構そこの調整とかもしなければいけないっていうことなんですかね。おっしゃる通りですね。やはりマヨネーズドレッシングカテゴリーの中のやっぱりトップメーカーなので、他のメーカーのものもどうしていくのかとかは話を聞かれたりとかっていうのはありますね。そこキューピー真ん中置いてくださいよっていう話じゃないですか。まあそこもあるんですが、基本的に真ん中にキューピーが置かれている中でさらにどう広げていくかっていう戦いなので、もう真ん中に置くことは前提で、プラスどれだけ取ってもらうか。スーパーだったらチラシに載せてもらうと結構な販売量が出るんですね。そこの他のメーカーと比べてどれだけ取っていくのかみたいなところが結構商談ではメインになってくるかなと思います。そうなると例えばコンペみたいなことってなることあるんですかね。はい、そうですね、まあコンペっていうような大々的なものではなくとも、スーパーの販売を決めるバイヤーだったりとか、はい、卸店の担当のセールスがいろんなメーカーの話を聞いてその中で決めていくっていうのはあるかもしれないですね。キューピーさんは何をこうセールスポイントとしてなんか言ったりするんですか。キューピーのマヨネーズもドレッシングも野菜っていうものを結構基軸に置いているので、8月31日は野菜の日っていうふうにこちらで決めて野菜を販売していったりとか、イースターって言われる、まあ、3月にあるんですが、まあ、そういったところに卵加工品としてうちが乗っかれますよっていう、その月ごとのイベントとかに合わせて提案をしたりとかっていうのが結
これ強みにしていくのかなと。商品力の幅が広いので、商品の幅が広いので、あの健康マヨネーズさんも野菜の日は宇宙のマヨネーズでいけるやんってなるんですけど、それは何が違うんですか。野菜の日とかになると結構そのスーパーさんとかいわゆる商品がメーカーとして見える形で販売することが多いので、その他のメーカー様だとなんかその知名度みたいなところが劣りますよねみたいな話とかあったりはします、ね、知名度劣るって言われたらもう他のマヨネーズ何もできないあるかもしれないですね。だいたいキューピー一択ですからね、マヨネーズって言ったら新規は開拓しないんですか。新規開拓はほとんどゼロに等しいです。どこも置いてますもんね、キューピーのマヨネーズ。そうですね、置いてないところなんてないですからね。あ、本当にそうで、大体のスーパーの棚にはキューピーマヨネーズが置いてある状態から始まるので、はいはい、まあ、そこを広げていくってところの難しさはあるかもしれないですね。以前ですよ、この日清さんが、はいはい、あの出てくれたんですけど、日清さんとかの、まあ、同じ食品営業だと、うん、そのスーパーがある地域の売れ筋商品だとか結構地域によってなんか全然その何が売れる売れないって変わってくるらしいので、地域にあったマーケティングみたいなこともなんかこう一緒に提案してこう売り上げを上げるみたいなことをやってたんですけど、キューピーさんとかそういうのはやってないんですか。特産品みたいなところと絡めた商品の提案をしたりとか、そういうところはかなり強くやってますよね。営業マンとしてのなんかこうやりがいというか、なんかモチベーションが上がるポイントとかってなんかどういうところがあるんですか。一番のやりがいは自分の提案した商品っていうのが実際に売り場に並んでいたりとか、あとはそのレストランでメニューとして採用されたりとか、こういうところが一番やりがいになるんじゃないかなとか。あー、なるほど。そうか、レストランとかにも、まあ、営業をするわけですか。そこはまあ業務用営業なのでまた違う部署にはなるんですが、まあ、他のそういう部署もあります。私は違うところだったんですか。キューピーさん全体の部署の中でなんか花形部署みたいなところで言うとやっぱり営業なんですかね。営業ともう2つありまして、1つが広告宣伝、キューピー3分クッキングだったりとか、あとは CM みたいなところに関わっていく部署っていうのはかなり花形と言われてますね。あともう1つが最近力を入れてる海外事業部、ちょっと今こういう状況下なのでどうなってるかってところはあるんですが、駐在をして現地でゼロから開拓をしていくってところは。海外とかだったら何年目ぐらいから行ってるんですか。正直若手の間は難しくて、10年以上は最低キャリアを進まないと海外には行けないですね。海外の全然見知らぬ土地で要は新規開拓するわけですから、よっぽどその会社の商品とかをまあ把握していない限り1年目とか2年目ではそんなできるもんじゃないですもんね。中国とかだとなんか生野菜を食べる文化がないらしくて、いわゆるドレッシングマヨネーズを使わないっていうマーケットなので、そこの文化みたいなところも作っていかなければならないってことで、結構な経験を求められるっていうのは聞いたことがありますね。文化醸成するってめちゃめちゃ難しそうですね。ちょっとどういうふうにやってるのかっていうのはなかなかわからないところではあるんですけど。部署の配属としてはなんか実際にこう叶うものなんですか。そうですね、基本的に若手の間っていうのはある程度会社も聞いてくれるっていう話もしているものの、そこまで叶うものではないかなと思ってます。1年目のじゃあその配属先っていうのはもう皆さんランダムに割り振られる感じですか。そうですね、北はもう北海道から、はい、南はあの鹿児島までかなりランダムに、でそれがもう 2,3 年ごとにどんどん動いていくような感じなので、かなり転勤みたいなところはすごい多いかなと思いますね。営業に一度配属されてしまったらもうその本当に全国転勤を何回も繰り返していくっていうようなキャリアになっちゃうんですか。そうなりざるを得ないですね。そうなんですね、はい、営業からその広告部門に行ったりとかそういうところはできないんですか。営業から広告部門に行く方ももちろんいらっしゃるんですが、その広告部門に行った方もずっと広告にいるかって言ったらそうではないので、また営業に戻ったりとかっていうその職種の結構移り変わりっていうのもありますね。でそこは結構その皆さんのなんか意見が反映されるかというよりかはどっちかというともう本当に人事の、まあ、意向でそうなってしまうということが強いんですかね。それが結構強いと思います、ね。あ、なるほど。まあ、1年目の業務としてはなんか実際に具体的にどういったことをされたんですか。最初半年間については、もう先輩に一人教育担当という方がいらっしゃって、その方に付きっきりで、まあ、OJT みたいな形でいろいろ教えてもらうみたいな形になりました。半年後からは自分でスーパーの担当を持って商談をしたりとかっていうところが具体的な業務が始まってくる感じですね。じゃあキューピーさんのちょっと年収をお伺いしたいんですけど、1年目で言いますとだいたい家賃補助とかも全部含めて450ぐらいところがベースになる。高いですね。いいですね、うん、そうですね。29歳までは寮手当と言われる、いわゆる転勤した人の家賃補助っていうのが全額出るのと、はいはい、プラスで光熱費とかを払うためのお金っていうのがいくらかもらえるのと、かなりベースとしては高い、1年目としては高いのかなっていうふうに思いますね。
ね。そうなんですね。地方の場合だと、なんか借り上げマンションとかじゃなくて、はい、自分でこう住む場所を決めれるわけなんですか。会社が、総務の会社の課が決めたところに住むって感じ。ああ、なるほど。で、そこのマンションの、まあ、家賃を全額出してくれるってことですね。その通りですね。ああ、なるほど。マヨネーズとかもらえるんですよね、多分。新商品とかの時は余ったサンプルとかをもらえたりっていうのはありますね。いや、なんか食品メーカーって自社の商品めっちゃもらってるイメージあったんで。でも調味料いっぱいもらってもどうすんの。なかなか使い勝手がないところがありますね。もらったとてって感じですよね。え、そうですね。ボーナスとかで言うと どんくらいなんですか。最初の半年のボーナスは、いわゆる寸志っていう形で、結構その月の1ヶ月の給料分ぐらい、いわゆる20万ぐらいというところが支給額になって、12月のボーナスの際に大体60万から70万ぐらいというところが。あ、なるほど。月々の給料が、まあ、本当に、まあ、補助を入れてってのもあるかもしれないですけど、30ぐらいいくってことですか。補助を入れたらそれぐらいいきますね。すごいですね。2年目はどういう感じなんですか。2年目からはほぼほぼ横ばいで推移します。平社員と言われる、まあ、何も役職がついてないポジションでいうと4段階あって、そこの給料というのはほとんど変わらないか、100万か150万ぐらいの増減っていうふうに聞いてます。4、5年目でバーンっていって上がるタイミングとかもないんですか。全くないですね。そうなんですね。で、40になっていくらぐらいになるんですか。40歳ぐらいだと大体600から650万ぐらい。全然上がってないじゃないですか。そうなんですよ。じゃあ本当にビビたる量しか上がっていかないんですね、みたいな話をすごい聞きますね。残業とかは結構されてたんですか、1年目は。残業1年目はほとんどなかったですね。教育担当の方の OJT をしていただく時期は仕事がないので、結構ステージに帰ったりとかありますね。なんかどんな感じですか。1年目はされてないって言ってましたけど。そうですね、担当する企業だったりとか、まあ、いわゆるスーパーみたいなところによって全然変わってくるとは思うんですけれども、20時間から30時間が残業の平均かなと思います。なので1日1時間ちょっとぐらいの2つの残業にはなっているのかなと思いますね。キューピーさんにいる人たちは何をモチベーションに皆さん頑張ってらっしゃるんですか。なんか社内でやりがいを聞いた、なんかアンケートを取った時があって、もう仕事のやりがいはほぼないって答えた方が大体全体の7割から8割ぐらいいたんですね。という会社で、結構そのもう社訓の中にも親を大切にするだったりとか、関わった人に感謝をなんかするみたいな社訓があるので、だからそこの家族に対してとかを養っていくために頑張ってる人が多いんじゃないかなっていうふうには個人としては思いますね。平和なというかホワイトな感じはしますけど、闇みたいなこととかあったりしますか。0から1まで作り上げてきたっていうところが昔の根幹としてある会社なので、やっぱり体育会系の社風では営業は特にありますね。ああ、そうですね、はい、で、闇っていうわけではないと思うんですが、1年目の時とかは一番朝早く来て、もうオフィスを雑巾をかけてテーブルを拭いて、で、皆さんにおはようございますっていうふうに一言ずつ挨拶をしていくっていうのが1年目とかは毎日あったりとか、コピー機の紙を絶対入れたりとかっていうところの雑務みたいなところはかなり若手に求められるところであるのと、寮みたいなところで若手がまとまられているような部あの地方のところがあって、同じマンションに先輩と住むことになるので、先輩がピンポン押したら絶対出なきゃいけないとか、先輩後輩感っていうのは結構根強く残ってるところではあるかもしれないです。それハラとかアルハラはないって感じですか。部署によるとは思うんですが、基本的に皆さんその根はすごい優しい方なので、あったとしてもなんかその純粋な思いで結構やってらっしゃる方とかはいるのかなと。でアルハラについては最近もすごい厳しくなってますね。じゃあ体育会系といえどもすごい飲んだりするような文化はないんですか。そうですね。そうなんだ。その会社はなんで辞めちゃったんですか。いろんな理由があるんですが、主に2つありまして、1つがまず年収の部分です。今後管理職とかになったとしても1000万に届かないっていうところで、将来的にこの会社で働いていくことで年収、自分の給料とかを上げていくことが難しいんじゃないかってところでまず1個。もう1つが社風みたいなところが少し合わなかったかなっていうふうに思ってまして、仕事内容として営業は今100あるものっていうのを100で維持するような仕事なんですね。でそこが自分としてあまりやりがいを感じなかったので、もっと0から1まで作っていったりとか、今少ないものを広げていく仕事の方が合ってるなってところで転職を決意しましたね。キューピーになんか向いてる方ってどんな方ですか。まず一つが安定を求めたい方。やはり会社が潰れることはないので、安定してこの会社でずっと働き続けたいって思う方は非常に向いてるんじゃないかなというふうに思います。もう一つは何でもかんでも先輩がおせっかいのお世話をしてくれるってところが、まあ、いい面ですごいあるので、
そことかの人に頼りながらなんか仕事をやっていきたい方とか向いているのかなというふうに思いますね。総じてなんかすごい詰める文化とかもなく、まあ、割と平和にやってる感じなんですか。まあそうですね、若手の間は結構先輩後輩みたいなのがしっかりしてるので、詰めだったりとかはかなりあって、一回潰した方が人は成長するみたいな、なんかそういう文化のもと結構やってるところはあるらしいんですが、1年間っていう単位で去年はこれやったんで今年はこれやりましょうみたいな商談とかも結構多いので、まあそれが回っていくことでもう慣れてきて、ある程度やり方分かってくるので、あとはもう楽にやってる人っていうのもいますね。もう先輩と、ね、その新入社員 の, そのバディがあるっていう話ですけど、はい、土日とかの関わり合いってどうなんですか。その先輩が家庭を持ってたらあまりないと思うんですけれども、はい、やっぱ家庭を持ってない、いわゆる同じ寮に住んでる方とかだとかなり土日とかも飲みに連れて行かれたりっていうのはあったとは聞きましたね。それをよく思うければ多分キューピーさん合ってると思うけど、なんか本当に土日はそんな会社の人と付き合いたくないみたいないうタイプの人間だとちょっと多分カラー的に合わないかなって感じですかね。それもあるかもしれないですね。大会系の中でも、まあ、生き生きとやれる若手であればキューピーさん入っても後悔はしないかなって感じですかね。そうですね、こういう会社だってところはお話ししたいところがありまして、はいはい、キューピーでほとんど辞めさせられる人がいない会社で、まあ、リストラとかがほぼない会社なので、落ちこぼれの先輩というか、はいはい、本当に何もできないような人っていうのがいるんですけど、その人でも何かしらの役割を与えられて仕事を、同じ給料をもらって仕事ができるっていうような特徴がすごいあって、ずっと安定して続けていきたいっていう人はすごい向いてると思うんですけれども、逆に仕事をすごい頑張って頑張って頑張りたいっていう、でお金をとにかく欲しいっていう人は向いてないんじゃないかなと思いますね。レールの上に乗ってぬくぬくと働きたい人にはおすすめな会社ってことですね。まあそうですね。はい、じゃあ今日はそんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。